2月11日どうもまるでございますなんか私友達によく「どういう人が好きなの?」とか言われるんですよね。な何だろう結構私ひねくれた性格なんで私の求めているものを全部揃っていないと嫌なんですよね。 なんか例えば10個条件があったら10個揃っていないと嫌な性格なんですよ。だから1個妥協っていうものができないんですよね。なんか変に完璧主義っていうんですかね。でも完璧な人は嫌いなんですよ。 矛盾してますよね変なのって感じです異性に対して見た目とかは多分そんなに気にしてはいないとは思ってるんですよね自分では見た目良くても中身クソだったら結局クソですからねでもな そんな都合のいい人なんていませんからね皆さんどうやって出会ってるんでしょうねそこら辺に落ちてるんでしょうか不思議です結婚って絶対しなきゃいけないわけではないと思ってるんで別に 彼氏とかに必要性を感じないんですよねでもそう思っている時点で多分私は一生結婚できないんだろうなとは思っております多分私は結婚できない女なんでちゃんと手に職を持っておこうかなって思っておりますでは今日はこの辺で。 ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。